東南アジアのラオスで交際相手の30歳の外国人女性を殺害したとして国際手配中だった日本人の男が逮捕されていたことが分かりました。小久博之容疑者は去年1月ラオスでノルウェー人のネリド・ホイネスさんを殺害した疑いが持たれています。小久容疑者は事件後に逃走し、 ICPO 国際刑事警察機構を通じて国際手配されていましたが、11月20日ラオス警察に逮捕されました。ノルウェーメディアによりますと、当時小久容疑者とネリドさんは交際していて、事件直前にラオス入りしていました。ジャングルでネリドさんの遺体が見つかったことで事件が発覚していました。